クシーは1998年に発売されたソニーコンピュータエンタテインメントのアクションパズルゲームおよびそのシリーズ。開発はシフト。タイトルのクシーは発音、アクセントを含めてクシー、サイもしくは表記上の都合でクシー、サイと書かれる。北米 EU ではデビルダイスのタイトルで販売された。同様にシリーズのクシー5は北米 EU では ボンバスティックにタイトルを変更している。第一回ゲームやローゼに採用されて制作された作品で、日本では100万本以上を販売し、シリーズ続編や携帯ゲーム機への移植作も作られた。このゲームは、悪魔のキャラクター、悪意を操作し、ステージ上に次々と現れるサイコロを操って、消していく、アクションパズルゲームである。以下は、初代、9時のルールについて述べる。 後の作品でも基本はこれと同じルールである。悪意は玉乗りのようにサイコロの上に乗って転がすか、あるいは地面の上でサイコロを押すことができる。地面上からサイコロの上に乗りには沈みかけか湧き出てくるサイコロを足場として利用する。サイコロは一定時間ごとに地面から湧いてきて、フィールドがサイコロで埋め尽くされるとゲームオーバーとなる。 次々に湧き出るサイコロを消すには以下の方法を用いる。初代、クシーでは、まだ説明書やルール説明内で操作キャラクターに悪意という名前が付けられておらず、ウォーズモードで5人の悪意が色だけで区別されていたが、後に発行された攻略本などでは5人の悪意たちに5人兄弟という設定が付加され、5人に名前はまだ付けられていなかったものの、5人の性格や設定は、 ある程度付けられていた。クシージャンボ以降はそれぞれに名前が付けられ、ゲーム中の能力が差別化された。クシー語では悪魔の一族、秋族の五人兄弟とされ、お化けの国の薄暗い森の家に父、母、祖母と暮らしている。雲の国の天使の祖父の血を引いているからか、あんまり悪魔らしくないらしい。いろいろな動物と仲良くなるのが得意。爆発ルールでは、 爆発したダイスの爆風もそれぞれ色分けされる。クエストモードでは若い頃の祖母と天使の祖父の話を聞き、祖父に会うために家を抜け出し雲の国へと向かう。クシージャンボに登場、クシー5に登場ゲーム中に登場する、多種多様なダイスの一覧。ちなみに、持ち上げ、ジャンプの性能は、クシージャンボ及び、クシー5のジャンボスタイルでのみ適用される。シリーズ第一作 基本ルールは前日の通り。特殊なルールがまだ少なく、純粋にダイスを転がしたり押したりして、次々に消していく。2018年12月3日に発売された、プレイステーションクラシックにも収録されている。ここでは主に PS 版での記述となっている。別機種の場合は、設定が異なる場合がある。シリーズ第2作。基本のルールはそのままに。 ダイスの上にも一段ダイスを乗せることができる。また、目の前のダイスを持ち上げて、動かしたり投げたりできる、持ち上げ、さらには、他の悪意ちゃんを投げられる、悪意投げ、一マス先を飛び越したり、ダイスの上に乗れる、ジャンプ、上にあるダイスが落ちたことで通常よりお得なチェーンが、成立する、予約チェーンなどのテクニックが登場した。前作や自作とは異なり、5人用の対戦モードは、 搭載されていない。ゲームのメニュー画面は、アクイズルームという、アクイちゃんの家の中になっている。アクイズルームでは、カーソルを動かしていろいろと調べることができる。各置物は、ゲームの進行、ゲームの成績に応じて少しずつ変化する。部屋の中で気ままに動くアクイの中から、ゲームで使用するキャラを自由に選ぶことができる。また、アクイを整列させたり撫でたり叩いたりすることも、できる。 5人の悪意はそれぞれ足の速さやバーサスでの攻撃ダイスの種類などが異なっている。強い目で攻撃するとより効率的に相手を攻撃することができる。強い目はロッシー以外は普通のダイスの面の色と同じ色になっている。このモードは最初はプレイ不可能で隠しモードとなっている。トライアルモードのノルマアタックで全ノルマを達成すると出現する。 プレイ方法は、アクイズルームでタイムアタックを選択した時から、ロードが完了するまでの間に隠しコマンドを入力し、フィールドの周りの色が紫色になっていれば成功。EX トライアルモードは、EX というだけあって、タイムアタックのエクストラ、エキスパート的存在で、二人でもプレイでき、使用プレイヤーによって違う、制限が適用される。ロッシはダイスが一切生えてこない。 アスールなら制限時間1分、ウェルデなら、ダイスが全て磁石ダイスに、桃なら持ち上げ禁止、保安ならジャンプ禁止というルールになっており、二人でプレイした場合、その二人の制限が適用される。なお、ロッシのダイスが一切生えてこないというのは、ゲーム開始時のフィールドのダイスは24個で、全てのダイスが消し終わった時点で終了となる。ランキング機能はないが、リプレイを記録。 保存することは可能。シリーズ最終作であり、タイトルの読みは最後で最後と書けている。ルールを一新し、ボンバーマンをベースとしたエクスプロージョンスタイルが形成された。ダイスをくっつけると地面に沈まずに着火する。着火したダイスにもチェーンの容量でくっつけることができる。時間が来るとダイスは爆発し、得点が得られる。また、ダイスが爆発した時に四方に、 目の数分爆風が飛び、爆発した目と同じ目か一つ下の目のダイスに着火する。着火したダイスに悪意が乗っていてそれが爆発すると、ゲームオーバーとなる。このルールはゲームが進むと、初代クシーのルールで遊ぶ、クラシックスタイル、クシージャンボのルールで遊ぶ、ジャンボスタイルを選べるようになる。これはエンゼルしか使わないと見られるため前日くらいの情報しか分かっていないが、 状況として一番多いのは、エンゼルが二段目でダイスをバニッシュさせた際に、消えているダイスに向かって、バニッシュした目と同じ目のダイスを何度も、コピーしておいていく。一秒間に数回の速さのコピーを数秒間し続け、消し続けることを一ラウンドに最低でも必ず一回は、行うと見られる。攻撃的な威力としてはひどければ、プレイヤー側の予告ダイスが、氷ダイス3ばかりで埋まるほどで、 またエンゼルがスーパー化していると落ちてくる目の数が4以上であることもしばしばある。エンドレスは背景の順番が決まっているのに対しエキシビジョンではランダムに変化する。ありがとうございます。